こんにちは。今回は元女優の中野美雪さんについてお話しします。中野さんといえば1990年代に活躍した美人女優として知られていますが、現在はほとんど表舞台に登場しません。そんな中野さんの人生や元バレーボール選手の河合俊一さんとの結婚生活について詳しく見ていきましょう。中野美雪さんは1971年10月20日生まれ、現在52歳になります。彼女の芸能界デビューは1986年のこと。当時15歳だった中野さんが母親と原宿を歩いているところをスカウトされたのがきっかけでした。デビュー当初から注目を集めた中野さん、お坊ちゃまにはわかるまい、スケバン刑事3、白バイ野郎トミー&松、ビーバップハイスクール高校与太郎愛花など人気作品に次々と出演しました。特にスケバン刑事3では主人公に仕向けられた刺客の役を演じ、その存在感を示しています。またビーバップハイスクール高校与太郎愛花では通称五中の鬼姫の如月翔子役を演じました。イケイケの突っ張り少女を熱演し、タバコを加えるシーンもあったそうです。当時の中野さんの演技力の高さがうかがえますね。1988年公開の映画1999年の夏休みでは、少女が少年を演じるという斬新な演出で直人役を演じました。この作品には後に深津絵里として活躍する水原理恵さんも出演しています。中野さんは時代劇にも多数出演しており、水戸黄門、江戸を斬る第八部、大岡越前などでその美貌を生かした演技を披露しました。正統派美人として知られ、クールな雰囲気を持った役柄が多かったそうです。中野さんの芸能活動は1995年頃まで続きました。1996年に放送された一色京太郎事件ノート2、京都津賀能殺人事件での出演が中野さんの芸能活動の最後となっています。そして1997年6月、中野さんは当時人気絶頂だったバレーボール選手の河合俊一さんと結婚します。河合さんは1963年2月3日生まれで、中野さんより9歳年上になります。身長195センチメートルの長身と甘いマスクでバレーボール界のイケメンとして多くのファンを魅了していました。中野さんと河合さんの出会いと馴れ初めについては実はあまり詳しいことが分かっていません。バレーボール選手と女優という異なる分野で活躍していた2人がどのようにして出会ったのか、多くの人が気になるところですよね。考えられるのは、河合さんがバラエティ番組に多く出演するようになったタイミングではないかと言われています。1991年から8年間河合さんは日本テレビ独占スポーツ情報のキャスターを担当していました。この頃から芸能人の知り合いも増えていったのではないかと推測されています。興味深いのは、結婚する1年ほど前から同棲をしていたという話があることです。この時期は中野さんの芸能活動の終わりの時期とも一致しています。つまり中野さんは河合さんとの結婚を機に芸能界から引退したのではないかと考えられるんです。2人の結婚式はフランスのシャンティ城で行われたそうです。2011年10月12日放送のやっちまった伝説という番組で、河合さん自身がこのエピソードを明かしています。河合さんはテレビの企画だったのでタダだったと話していましたが、残念ながら当時の写真はネット上には残っていないようです。シャンティ城はパリ近郊にある美しい城で、多くのカップルが結婚式場として選ぶ人気のスポットです。豪華な内装と美しい庭園が特徴で、まるでおとぎ話の中にいるような雰囲気を味わえるそうです。さて、ここで気になるのが子供の話です。実は中野さんと河合さんの間には子供がいません。子供がいない理由について河合さん自身が興味深い発言をしています。まず男の子が生まれた場合についてこう語っています。もし男の子が生まれたら多分スポーツをやらせる、そして日本一になれなかったらバカにしてしまうから。これは河合さん自身がトップアスリートとして
活躍してきた経験から来る考えなのかもしれないと言われています。一方、女の子が生まれた場合についてはこう語っています。女の子は心配でしょうがない。学校に一人で何か通わせられない。自分では送迎できないからマネージャーに頼もうとなるのが怖い。これらの発言から河合さんが子育てに対して非常に慎重な姿勢を持っていることがわかります。さらに父親の影響も多く、子供を作らない理由になっているとも言われています。河合俊一さんの父親は会社員だったが、病気で1ヶ月休み降格、会社を辞める。父親は負けん気が強い男性で、会社のやつらを見返したいと独立。新潟県から上京し、とんかつ屋を開業。商売は難しく、ならば子供をオリンピック選手にして見返してやると決意。子供の河合俊一さんにスポーツの英才教育をした結果、オリンピック選手になった。このことから、子供を作らない理由の根本として父親の影響があったようです。ちなみに河合俊一さんは警戒心が強い方だそうです。寝室のベッドの下には侵入者に備えて木刀、スタンガン、警棒の河合俊一3種の神器があるそうです。これらの理由が中野さんと河合さんが子供を持たない選択をした背景にあるのではないかと考えられています。中野さんは結婚後完全に芸能界から姿を消しています。現在52歳になる中野さんの近況を伝える情報はほとんどありません。芸能界を引退してからは一般人として静かな生活を送っているのでしょう。しかし夫である河合さんの最近の言動を見ると、中野さんの生活にも何らかの変化があるのではないかと推測されます。例えば河合さんは2022年10月27日放送のダウンタウン DX という番組で、妻とトイレ&シャワー共有は絶対 NG という話をしていました。また2023年3月3日放送のアベマ、しくじり先生俺みたいになるな、では投資の失敗を妻に話せなかったというエピソードを明かしています。最近のニュースでは河合さんが自宅マンションに管理人が侵入していたという話をしています。さらに妻が人質に取られた時用のシミュレーションもできてるとも語っています。これらの発言から河合さんが家族の安全に対してかなり神経質になっていることがわかります。そして最近河合さんをめぐる新たな騒動が起きています。週刊誌がバレーボール女子日本代表真鍋政義監督の不倫情報漏洩に関する問題を報じました。この問題に河合さんが関与していたのではないかという疑惑が浮上しているのです。真鍋監督は2021年末から40代女性 A 子さんと交際を始め、代表チームの遠征先で逢瀬を重ねていたとされています。さらに代表選手のことなどチームの内部事情について A 子さんと共有していたことも明らかになっています。問題なのは2022年8月代表チームが岡山で行った壮行試合の後、真鍋監督が A 子さんを呼び出し、河合さんも同席する会食が行われたという点です。 A 子さんの友人によると、 A 子さんは河合さんにたくさん焼酎を飲ませてもらったと話していたそうです。この会食が行われた岡山の飲食店は1階がカウンター6席のこじんまりとした店だったそうです。店内には2022年8月付で真鍋監督と河合さんのサインが飾られていたとのこと。店の常連客の証言によると、その日は1階が貸し切りになっており、カウンターの端に河合さんと真鍋監督、そして女性が近い距離感で座っていたそうです。この情報が事実だとすれば、河合さんは真鍋監督と A 子さんの関係を知っていた可能性が高いと言えます。日本バレーボール協会の会長である河合さんが代表監督の不適切な関係を知りながら黙認していたとすれば、大きな問題になりかねません。しかしこの件について日本バレーボール協会 JVA を通じて河合さんに問い合わせたところ、 JVA として現在事実関係を認識していない件になりますのでご回答いたしかねますとの回答が返ってきただけだったそうです。この騒動にネットでは中野さんと河合さんの離婚の心配が話題となり、
真鍋はそんな A 子にチームのことを話していた。他に漏れていたら責任問題になる。河合と会食するほどなら、やはり内部をよく知るバレエ関係者なのか。とにかく真鍋も A 子もバレエ界から排除した方がいいだろう。二人とも現役時代よく遊んだと思う。あの時代はバレーボールの選手はちょっとしたアイドルだった。あの時代の選手は遊びに忙しかったと思う。ってことは真鍋氏と河合氏と二人でやってたのかな。女子バレーの選手なども当然やられてますよね。良い商売だな、やめられませんね。これが日本のアマチュアスポーツです。お粗末様、そもそも河合こそ遊び人で有名やろ。六本木で遊んでんの何回か見たことあるぞ。不倫は男女間の問題であり、周囲がとやかく言う必要はありません。大切なのはバレーボール協会が真鍋さんと会長の間で都合の良いように動かされないこと。この問題が発覚したことでの選手への影響がないことが大切です。河合会長はこれまでの古くて頼りない協会よりかなり確信してくれて選手のために動いてます。私生活まではたとえ友人でも立ち入れない。ただ代表活動の秘密なことを容易に外部漏洩していたなら由々しきことではあるなど、今回の件で様々なコメントが見受けられました。現在話題となっているこの騒動、今後の動向に注目が集まります。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。